ちゃん借りてきちゃった。おお、自分も詳しく見てみたかったんです。一緒に見てもいいですか？もちろん。かわいいよね、モグちゃん。撮影が終わったら持って帰ったりしちゃダメかな？それは難しいと思いますよ。中に複雑な機械も入っているみたいですし。それにしてもしっかり作ってありますね。モグさんは後で細かい部分を CG で付け足すという話でしたし、もっとラフな作りかと思ってました。手足はこのリモコンで操作するんだよね。外側からはどこにモーターが入っているのか分かりませんね。ちょっと中の構造が気になるところですが。マヤちゃん、分解しちゃダメだからね。もちろんそんなことしないですよ。ただちょっと動かしてみるくらいなら大丈夫ですよね。そうだね、そのくらいなら。ちょっとだけやらせてもらおっか。手を動かすのはこうかな。お、右手が動きましたよ。じゃあこっちのスイッチが足で、手と同時に動かせば。すごい、歩いてるみたいになりましたよ。ただ右手と右足が同時に出て変な感じになってます。本当？じゃあこうだ。お、自然な動きになりました。まるで機械じゃないみたいですよ。なるほど、この部分のモーターが関節を制御してるんですね。けどこんなに動きが滑らかなのには秘密が。って、アヤさん、前のシーン撮り終わったみたいですよ。次はアヤさんでしたよね。うん、モグちゃんと私のシーンだよ。緊張するな。ということはあのシーンですね。追っ手の黒服たちがモグさんを奪いにアヤさんへ襲いかかってくる。そうそう、それで私はモグちゃんを抱きかかえたままひょいひょいってかわして見事に突破するの。いきなり山場じゃないですか。頑張ってください、アヤさん。うん、モグちゃんと一緒に頑張るぞ。ダメだ、難しい。お疲れ様です、アヤさん。だいぶ苦戦してますね。うん、何回も撮り直してもらってたらだんだん動きも悪くなってきちゃって、監督さんに休憩してきてって言われたんだ。追っ手の方との動きがなかなか噛み合わなかったみたいですね。うん、私の動きは複雑じゃないしちゃんと覚えてきたんだけど、いざカメラが回ると頭真っ白になって、どう動けばいいのかわからなくなっちゃうんだよね。その気持ちわかります。いつものようにできなくなりますよね。はあ、私もモグちゃんみたいに誰かが操作してくれたらいいのに。あ、それですよ、アヤさん。え、ちょっと待っててくださいね。お待たせしました、アヤさん。これでもう大丈夫ですよ。カンペにおっきな矢印。マヤちゃん、それ何？名付けてアヤさんコントローラーです。アヤさんコントローラー？はい、次は自分がカメラの脇でこの矢印を出しますから、アヤさんはその通りに動いてください。モグちゃんと比べると随分ラフなコントローラーだね。一度練習してみましょう。まずはこっちです。え、あ、こう？ OK です。まだまだいきますよ。はい、こっちです。次はこっち。ちょっと早いよ。右手と右足が同時に出てます。さっきのモグさんみたいになってますよ。さあ、そのまま左右左右左右です。もうちょっとゆっくりやって。